陰津島神社は、福島県郡山市菊田町、国道49号沿いに鎮座する神社。縁起式神明町道の区国朝霞郡に乗る陰津島神社に否定される式内社論社で、旧社格は、県社。創建当時は、街道が朝香山の東を走り、その麓には朝香沼と呼ばれる大きな沼が大会のように広がり、住民は点在する安根ヶ島。 ウェイズ島、下伊豆島といった島々に住んでいた。陰津島もその一つで、当時、その周辺で、獣害や干ばつに苦しんでいた人々を見て心を痛めた国主が斎場を、陰津島に建て、武岡みなりの拝を放斎して、陰津島神社とし、世の平安と、五国豊穣を祈ったのが、始まりと伝わる。総県年は不明。武前国佐より奉戦したとも言われる。 1643年、藍津藩主、星名正幸が新域7513坪を寄進、以後、造営や集築は、藩比で行われた。1849年に火災があり、一部を残して、多くの古文書等を消失。1869年、仁儀白紙君王新筆の捧ぐ額を賜る。1879年、現在の社殿を建立。 1882年、陸軍大将アリス川の宮たる人新能新筆の笹具学を賜る。1898年、豪者から剣者へ昇格。ありがとうございます。